そういう、その、必ず二つで一つのものだから、まあ、このサロンの僕の中にある大きなテーマは何かというと、間違いを言わぬ嫌なやつっていうのがテーマです。喋ったら正しいこと言うやつ、村瀬先生みたいにそういうやつって嫌なやつやねん。あの、で、だからここに昨日ね、昨日あるあのカメラマンのパーティーがあって、あの深田君と二人で行ってきた。そこのテーマに書いてあって、無駄に生きるな熱く死ねって書いてあった。もうあれ見た途端に無駄に生きてのたれ死ねってなんだよ俺の中で。これ自動的にそういうふうになってしまうんだ。そうすると何もこれをバカにしてるのと違って、このことの本当の意味が見えてくるはずなんですよ。のどうなるかだったら、無駄に生きるな尽くしねってやって生きている人が悪いことはないのよ、それでいいんやけど、しんどいやろって俺思うわけ。そので、僕は無駄に生きて、はい、のたれ死ねっていう言葉を対句で置いといてあげるとね、ほっとしちゃう。あ、そうか、肩の力が抜ける。でもそういうことがなんか社会であってほしいし、人生であってほしいような気がするんだね。もうほとんどの人はもう頑張って疲れはんねん。で、正しいことを言うて自分を首絞めんねん。というふうに、だから二つ一つって、その必ず見たときにそれの反対側を見てみると、どうしたらいいかって、要は頃合いが見えてくる、そのいい加減が見えてくる。いい加減というのは良い加減ですから、ね、ちょうどいい生き方というかところが見えてくるよね。近江商人の話でね、うん、三方よしの話があって、具体的にその土日に客がいっぱい入るんだから大入り袋を出せと、うん、だけど今は土日たくさん来る時に値段を上げると、上げても来るから、うん、それって今の二つ一つ、いやいや二つ一つで、その儲ける、要するにね、チャンスだから儲けるっていうのと、いやたくさん儲かったんだからお客様に還元しなきゃって、そういう考え方ってあるんですか。大入り袋ってのは従業員に配らない、客に配るの違い、従業員に配る。ああそうなんですか、うん、ああそうです。じゃあ、まあ、あのそういうことをする人もいるけどね、ご縁入れてご縁があるように客に配る人もいるけど、本来大入り袋はたくさん儲かったから従業員にボーナスがある。そうですよ。あ、そうですか。そのコロナのおかげで、うん、あのホテルが安いんですね、うん、今日土曜ですよね。僕はコロナになってこれ、まあ、外でご飯食べに行ったりしてやった時に、あのアクリル板がいっぱいある、うん、あ、これアクリル屋はえらい儲かってんだけど、だけどこれが全部その産業廃棄物になるんやなっていうふうに思って見てるから、どうするんだろうなと思ってるけどね。でそれで僕が考えてることは、アクリル板は最終的にあれ石油に戻す前にインコットにして、で道路に引くっていう、で石油に戻すときはそれ道路生やして石油にしてて、だからあ、これオイルをタンクに溜めんでも、あのオイルのやつ全部あれインコットにして道路に使うといたらええなって思って、だからああいうの見ててもそういうふうに思うよね。そうじゃないとそれ産業廃棄物になる。でもアクリル板はそのままやったら産業廃棄物になるけど、それを石油に戻すってことができるはずやから。 でも石油に戻すとまた厄介やね、あの保管するのにね、タンク作ったりしてない。だから
ピンクッドにして塊にして道路に引いておくとか、こう海岸の波止めにしておくとかやっておくとまた使えるんですよ。だから何が起きても面白いのは面白い。で常に世の常で儲けてない人ばっかりが、その仕事にならない人ばっかりが話題になるんだけど、ごっそり儲けてるやつはみんな黙っとるからな。もうコロナでもう笑いの止まらないやつはいっぱいおるわけですよ。でもそういうのをニュースにしへんでしょ。そのなんでやったらそんなんはやっぱり面白くないだろうな、メディアにしたら。だからほらこんな困ってますよみたいな話ばっかりして、なんか規制するんやったら金出さなあかんとか言ってる。そんなのそれはそこで儲けてる人から税金をどんどん取ればいいわけや。でそっち回すだけの話やから、全然。だからそういう論理をちゃんと説明してあげれば必要以上に心配せんでいいわけよね。いや、そろそろ、はい、お時間が迫りましたの で、ね、どうですかね、こういうその視聴者の質問。だからこうやっていてくれるからこう僕しゃべれるそのカメラの方に向かって一人でしゃべると言われたってそれすごいやりにくい。だからここに来ていただいている方を通して、ね、あの、ね、向こうで聞いていただいている方にこう伝えていくと で、まあ、できるだけこれからも そのそういう質問とかそういうことをきっかけにしてこうお話できたら、そこからもしていただく。そう、もちろん、はい、ここの場所でもしてもらっていいし、で今聞いていただいている方もちょっとライブの時ちょっとこっち来たいよっていう人がいたらどうぞ申し込んでもらってね。そんないっぱい来てはもらえませんけど、お越しいただいたらいいのかな、ね、じゃあ